最近これ美味しかったなっていうご飯ないですか？ご飯、ご飯じゃなくてデザートがあります。お、何ですか？昨日のわんぱくな食いしん坊の石原からメロンパンシュークリーム、商品名ちょっと当てるか分かんないですけど、メロンパン、外の生地がメロンパンで中シュークリームが出る、めっちゃうまかったです。それは絶対美味しいですね。さすがわんぱくな石原って感じです。やっぱおすすめされたものは美味しかった。はい、これはおすすめします。うーん、ありがとうございます。はい、僕の今ハマってるお菓子、遠征先にも家から持ってってるんですけど、柿ピーのわさびあるじゃないですか。あのピーなしの柿だけのわさびあるんですよ。あれをいつもスーパーとかで爆買いして5個ぐらい持ってくんですよ。それを毎日ちょっとずつ食べてます。ちょっとずつがいいですよね。それが一番の楽しみです。夜ですね。ありがとうございます。僕ですか？最近これ食べて美味しかったよ、おすすめだよっていうの教えてください。はい、ちょ今何味ですか？グリーンアップルですかね。なんか先輩食べてたんで、さっきそこら辺食べてたんでちょっと真似したんですけど、やっぱうまいですね。先輩何味食べてますか？ハイチュウですか？僕はブドウです。らしいです。おはようございます。なんで予算として？恥ずかしいな。今雨なの。何味ですか？なんか水色みたいな味。みぞれでしょ、みぞれの。違う、みぞれの水色っぽい。水色の雨って何味ですか？何味？みぞれの、あるんですよ、なんかオレンジとか水色っす。水色っす。お気に入りですか？いや、水色食べてないなと思って取ってきました。楽しい味。普段は何味が好きですか？なんかね、紫色のやつあるんですけど、多分ブドウなんですよ。それか、でかいんですよ、これ。あー、ちょっとダメだし、途中で死んでくなるっす。口の中ちょっと気がする。だいぶ地球されました。いや、まだ食べ始めたばっかりです。じゃあ、バリバリしてちっちゃくしてみて。美味しいっす。ありがとうございます。おはようございます。今何食べてるんですか？飴です。何味ですか？メロン。おー、美味しいですか？はい、美味しいです。飴はメロン味が好きですか？いや、たまたまあったんで。あったかい。はい。何味が好きですか、じゃあ飴。何味？何味でも好きですけどね。だってあったら選ばないですか？いっぱいあったら何味にしよう。あー、でも気分によるですね。何味チョイスが多いですか？また始まった。毎日始まるこの会話。僕はシワシワ系ですね。あー、シワシワ系好きなんですね。シワシワ系のメロンですか？いや、これなかったんです、シワシワ系は。ちょっとなかったんで、ちょっとメロンにしました。シワシワ系が一番好き。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
インタビューでした。ありがとうございます。参考にしたいと思います。多分ファンの方々もちょっとシワシワに食べたくなったと思います。おすすめです。YouTube、YouTube 登録してね。楽しいグルスのチャンネルなんだよ。YouTube。